こんにちは、関山です。今日は、家賃支援給付金マジで残念な制度だった件というテーマでお話したいと思います。こちらですね、以前動画の方で家賃保証改定と、で最大600万円に引き上げと、朗報だという形でお伝えしたんですけど、内容がちょうど上がってきまして、その内容っていうのはですね、こちらですね、昨日、第二次補正予算が閣議決定されまして、その内容っていうのが具体化されていたんですね。で、この内容を見る限り、前回はすごい朗報でいい制度になりそうだっていう話したんですけど、ちょっとかなり残念な制度になるかもしれないっていうのが今日のお話のテーマになります。で、この第二次補正予算、何が決定されたかっていうと、全体で6個あるんですけれども、資金繰り対策、持続化給付金、家賃支援給付金、中小企業なんたら、全部あるんですけど、これのですね、家賃支援給付金、正式名称これになったみたいなんですけど、こちらが2兆242億割いて、その支援しますよっていう内容出てるんですね。ここまではいいんですよ。で、その具体的な内容を実際見てみますと、これ経済産業省から出てる、その内容の、詳細なんですけど、3番も家賃支援給付金2兆242億円っていう形ですね。で、その下、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言延長、の延長等により売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため地代家賃の負担を軽減することを目的としてテナント事業者に対して給付金を支給という形になってますね。で、ここまではまだいいですと。問題はその下です。その下、こちらですね、給付対象テナント事業者のうち中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって5月から12月において以下のいずれかに該当するもの、いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で 50% 以上減少、もしくは連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で 30% 以上と。ここがおかしいところなんですけど、どこか分かりますか？で、これはここなんですよ。この5月から12月というのがこの条件ですね。いずれか1ヶ月の売上高が5月から12月において、50% 以上減少か、連続する3ヶ月の売上高が、5月から12月のうち、その連続して3ヶ月合算が、前年同月比で 30% 以上、これが、条件になってくるんですね。じゃあ何が具体的におかしいのか、残念なのかということについてこれから説明していきます。でですね、まず緊急事態宣言出されたのはいつでしたかっていうことなんですけど、出されたのはそうです、4月7日だったんですよね。で、4月7日に出されて、でもう一つ、コロナの影響がもろに出た時期が、これはいつだったか、大体皆さん体感的に3月から5月、ただ飲食店とか、宿泊とか、旅行とかも3月からもろに影響出てたと思いますし、うちは美容室やってるんですけど、美容室はもう4月からもろに影響出てたなって感じなんですね。で、5月もやはり前半の方結構影響出てたんですけど、後半ちょっと持ち合わせてきたかなっていうような感じなんですよ。で、この時期が一番、影響を受けてるのに、さっきの政府の発表、これですよね、見たら5月から12月になってるわけなんですよね。なんで一番影響が出てた3、4が入ってないのかっていう話なんですよ。で、例えば5月になったら、飲食店とかは、その休業要請の対象に入ってなかったじゃないですか。なので、営業再開で、テイクアウトとかやったりして、売り上げを立ててたお店、会社とかもあると思うんですけど、そういったところが下手に、例えば、テイクアウトとか売り上げ立っちゃってると、もうこの 50% 以上減少とかの枠に入ってこない可能性も出てきちゃうんですよね。だから本当だったら緊急事態宣言が出された4月もしくはもろに影響で出始めたのは3、4、5あたりなので、そこら辺を対象にすべき、これから先って5月から12月むしろ売り上げ回復していくじゃないですか。で、それなのになんでここの時期に設定するのかっていう話なんですね。これも明らかにおかしいとっていうのが、もう出ちゃってるんですね。で、リリースで。で、これは多分声上げた方がいいと思うし、多分事業者の方からここに対する不満っていうのはこれから出てくると思うんですよ。明らかにおかしいぞ。なんで5月からなんだろう。5月はむしろちょっと回復基調に向かってきてるみたいな。感染者数も減ってきてて、徐々に徐々に回復してきて、5月後半ぐらいから、緊急事態宣言も解除されたし、一気にこう売上上がってきたりとかっていうのがあると思うんですけど、でも、なぜ一番影響を受けてた3、4が入ってないのか。っていうのが、もうここで明らかにおかしいなっていうことなんですね。で、そこで見えてくるのって、
やっぱりもう政府はとにかくお金を払いたくないっていうことなんですよね。ここで5月からスタートみたいなっていうのは明らかに誰見てもおかしいのに、もうとにかくお金払いたくない、出したくないみたいなのがもう透けて見えるってことですね。で、まあ、最後にまとめなんですけど、まあ、5月にはまあ営業再開してて、まあ、売上立ってる会社も多いので、まあ、その 50% の枠にまあ入るか入らないかギリギリみたいなところも結構あるんじゃないかなと思うんですね。でも明らかにもうその5月単体でもう 50% 下回ってるところはいいんですけど、まあ、そうじゃない会社も結構な数あると思うので、それでいくとまあ3、4とかがむしろ4が一番影響を受けたところが多いと思うんですよ。緊急事態宣言が4月7日に発令されて、そのど真ん中であるから、なぜそこが入ってないのかっていう話なんです。まあ、そこはやっぱり政府はお金払いたくないっていうのがもう明らかにもう出ちゃってるみたいな感じです、今回の閣議決定では。で、その下5月からの連続する3ヶ月だと今後の売上進捗も含め手元にお金が入るのがだいぶ先になっちゃうんですね。5月からじゃあ 50% 無理だったけど 30% 減だったらいけるかもしれないみたいなところだとしても、じゃあ仮に最短で5、6、7だとしてですよ、したら7月の締め終わって、じゃあ8月に入ってようやく申請できるかもしれないみたいな、っていうような形になって、まあ、それがいつ入るか分かんないんですけど、したら着金って結構先になるじゃないですか。で、今はすぐに手元に現金が必要なのに、まあ、そういったことをやるとどんどん先に伸びる。仮にじゃあ3月からのカウントにすれば3、4、5でもうすでに5月の締めそろそろ終わるから、だからじゃあもう来月には申請しましょうかみたいなことができるんですね。したらまあキャッシュフローも楽になる。で、なぜ3、4が入ってないのかってことなんですよ。で、ここはまずおかしい。で、あと店舗を増やして売上が伸びてる会社はさらに不利なんですね。だから作態同月期に対しての売上減少幅なので、まあ店舗が増えてるで、まあ、営業再開したらそれは前年度より伸びやすいじゃないですか。絶対にもし1店舗のまんまとか2店舗のまんま、去年と変わってませんとかだったら問題ないと思うんですけど、今伸びてる会社に対してとにかく諸々の制度が、全然ダメ、追いついてないっていうのが、今のですね、もう伸びてる会社を潰したいと思ってるとしか思えないっていうか、むしろ1店舗でやってるところって給付金とかも含めて、もうそれだけでもうプラスになっちゃうっていうか利益出ちゃうみたいなレベルなんですよね。持続化給付金とかで、まあ、それで補填できるんだけど、一番大変なのは多分、もう他店舗3店舗から10店舗ぐらいとかで、どん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 こう伸ばしていこうみたいな感じでやってたところで、そういったところって伸びしろあるんだけど、そこが、なんかこう伸びていかないというか潰そうとしてるとしか思えないみたいなっていうような制度になってるっていうところなんですね。はい。で、まあ、一応この申請開始時期は6月末から7月頭ぐらいっていうふうに言われているので、まだちょっと申請スタートするのは先なんですけど、とにかく、まあ、ちょっとこう閣議決定で出てきた詳細を見る限りは、まあ、結構残念な制度になりそうだなっていう感じですね。ただこれが、まあ、世の中に、まあ、この動画とかもそうなんですけど認知されるようになったら明らかにおかしいだろうみたいな、コロナの影響をもろに受けてたのってもう3、4じゃねえかみたいな、でなんで5月からなんだみたいな、その申請の条件の、ものがみたいなっていうような不満とか上がってくると思うので、まあ、そういったものはやっぱ声出した方がいいかなと。で、今までもそういった中で、まあ、いろいろ助成金、雇用調整助成金とかも、まあ、条件が、まあ、より良くなったりとか、改正されていったりしたので、まあ、これもおそらく、かなりの不満が出ると思います。まあ、昨日の夜か、今日の朝ぐらいに、経済産業省がリリース出てたんですけど、もなんかしれっと出てたみたいな感じで、まだ内容は周知されてないと思うので、世の中的に。これが多分、世の中にまた出回ったら、多分事業者からの方からは、これおかしいでしょ、みたいな話は出てくると思います。僕も結構おかしいなと思いました。なぜ5月からのカウントなのか、3、4なぜ入んないのか、ドピークであったコロナのその影響をもろに受けた3、4が入ってないというのは明らかにおかしいだろうと、なんかそういった視点でやはりこう、まあ、政府にまあ声を上げていくっていうのが必要になるんじゃないかなと思います。はい、以上で今日のお話を終わりたいと思います。よろしければいいね、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。